はい、どうも、西さんでーす。ケイスケです。はい、ということでね、はい、今日はどうしました？今日は、はい、YouTube の方で、はいはいはい、コメントがありまして。コメント、はい、そんなの書いていただいてるんですか？ありがたいことに。ありがたいことですね。ありがとうございますね。皆さん、コメントどんどんお待ちしておりますから。お願いします。はい、ということで、はいはいはい、西、はい、さん、はい、教えてください。はいはいはい。今日サイドパートの前髪がないお客様に、うん、顔周りだけ段をつけてフェイスフレーミングを入れてほしいと言われたので、なるほど、西さんのように前に引き出してカットしました、うん、はいはいはい。じゃあ西さんがおっしゃっているようにヘビーサイドの段の位置が高くなりました、うん、そうすると、うん、お客様は両サイドの段の位置を合わせてほしい、うん、とのことだったんですが、おいおいおい、その場合どうやって左右の段の位置を合わせたらよいか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なるほど。これね、たまにオーダーあるんですよ。はい。わかります？はい。言ってる意味わかりますよね。言ってる意味わかります。このまあちょっと前髪なしのレイヤーの場合でサイドパートにするとやね、はい、当然ヘビーサイドの方が段高くなるよね。はい。それ合わせてほしい。どうしますか？もし言われたら。もし言われたら、うん、言葉じゃ難しいですね。言葉じゃ難しい。難しいですね。とりあえず落ちる位置で切るとか、うんうん、なるほど、ですかね。落ちる位置でちょっと削ってみるみたいな感じなんですよね。はい、はい、はい。正直、まあ、ヘビーサイドとライスサイドの段の高さを合わすと、はい、逆におかしくなると思うんですよ。うん、そりゃそうじゃね。まあ、例えばここから、まあ、段の高さを合わせるとか、はい、そういうふうな考え方もあるんですけど、そのサイドパートで分けてるってことは初めも言ったけど、はい、まあ、そもそもアシンメトリーなんで、はい、なので、うんうん、やっぱりこういうふうに例えば自然に流すとかね、最近あんまないけど自然に流すとき、うん、こちらの方が段この流れの返し位置が高くなるっていうのはやっぱり普通のことやし、うん、こちらの方がフォルムが大きくなるっていうのも普通のことだと思うんですよ、はい、でここでやっぱりそのフォルムが、ただね、あのね、まあ、ちょっと概要欄に貼っておきますけど、僕これね、サイドパートレイヤー曖昧になってませんかっていう動画を出したんですけど、はい、割とね、自分の中で割とうまくできたなっていう動画なんで、うん、この通りに切れば、うん、段の高さは悪くてもまあまあ形っていうか、はい、フォルムは合うはずなんですよ、うん、だからフォルムが合えば、まあ、お客さんってほとんど納得してくれるんですけどね、はい、ただやっぱりこう特に巻くお客さんだよね、はい、巻いてこうくるんとするお客さんは割とライスサイド側もこうちょっと高めからこう欲しいみたいな感じに言われる方がいらっしゃるんで、まあそういう場合ですね、まあ、どういう方法があるか、まあ、僕の中にね1個だけ回があるんですよ、はい、うん、まあ、ちょっとそれをね今日は紹介したいなと思いますね、はいはいはい、ということでね、事前にサイドパートレイヤーを切ってみました、はい、どうですか？かわいいです。かわいいですよね、はい、はい、まあ、あの概要欄に貼ってあるね、サイドパート曖昧になってませんかっていう動画の切り方まんまで切ったんですけれども、はいはい、僕のねサイドパートレイヤーの切り方ってあの実際にずらすんですよ、視点を。モヒカンガイドもずらすし、前髪のこの三角の視点もずらす、まあ、センターで切ってもサイドで分けちゃうっていう人もいるんですけど、僕の場合は、まあ、ずらすんですね、はい、まあ、そのずらし方に関しては、そちらの動画を見ていただくと割とあの曖昧にならずにねサイドパートのレイヤーがカットできるんで、まあ、ぜひご覧になっていただきたいなと思うんですけれども、サイドパートのレイヤー切ったらまあ基本的にはこうなりますよね。そうですね、こうなりますよね、はい、でこれどうですか、どうですか、おかしいですかっていう話なんですけどね。いや別に普通に街中にいる感じ、街中にいる、まあ、スタイルだよね、はいはい、だからこの場合は基本的にはねこういうまあちょっとこうひし形フォルムっていうかね、まあ、フォルムがまあなんとなく合ってるやんか、はい、こういう感じのフォルムになってるんで、はい、なのでまあ別にまあもうそんなに問題ないんじゃないのっていう風な感じに見えるんですけど、ただもちろんねサイドパートレイヤーなんで段の返し位置ですね、これここに毛がありますね、段の返し位置、はい、ほんならこっちはもちろんここになるよね、はい、ほらちょっとやっぱ高さ違うよね、はい、そらそうなんですよ、パートラインをまたぐところでモヒカンガイドを
切ってて、このまたぐところの長さを変えない限りは、はい、要するにこっちを長くこっちを短くしない限りは、うん、絶対段の高さ合わないよね、はい、もう非考えたところはね。でもこっちを長くこっちを短くしちゃったらさ、こっちの毛がひょっとしたらこっちに倒れるかもしれへんやん、その日によって、はいはい、絶対ここで分けるとは限らへんやん、はい、ってなったらやっぱりこうダブってくるところができちゃうんで、うん、なのでやっぱりモヒカンガイドっていうのはまあ同じ長さに切るよねっていう、うん、こういうふうなこうさ一つのこの毛束として切るよねって、はい、でこっちからライトサイド用とヘビーサイド用に段を展開していくんで、もちろんこの毛が、どっちにも行きますから、その日によってね、はい、だからこっちに行ったら低い位置から始まるし、こっちに行ったらもう当然高い位置から始まるしっていうことで、まあ、段の高さがまあ、変わってくるっていうような話だよね、はい、だからまあパッと見た時にフォルム的にはバランス取れてるんですけど、まあ、毛流れ的にはまあこちらの場合はこの辺から始まるし、こちらの場合はまあ巻いたといえどもまあちょっとだいぶ低いところから始まってくると、はい、はい、いう感じになりますね。で中にやっぱりお客さんによってはこの高さをこっちこの辺から流れとんねんから、こっちもちょっともう少し高いところから流してほしいと、うん、言わはる方がいらっしゃいますね、うん、言わはる方が。でそういう時にどうしていくかって言ったら、僕はねやっぱね、あのセッティングで調整するしかないと思いますね。お、好きで調整する、はいはい、どういうことかと言いますとですね、これあのちなみに今あのベースカット切って全く空いてない状態なんですけど、はい、どういうことかというと、例えばねヘビーサイド側ってやっぱ段が高く入ってるじゃん、はい、段が高く入ってるんでヘビーサイド側の表面はすかないでおきましょうと、うん、ね、ほならミドルセクションだよね、まあ、ヘビーサイドってもともとさ当然髪の毛がこっちに流れてる量が多いんで、はい、当然ライトサイドに比べて膨らみやすいよね、はい、もちろん。なのでヘビーサイド側はね段をもちろんこれ以上上げたくない、はい、こっちを上げたいわけだから、こっちとこっちの段差をバランス取りたいわけだから、うん、ね、まあ、今でも取れてるんだけど、それでもまあお客さんが毛流れももう少し合わせてほしいというふうに言われる場合だったら、こっちの表面はもうついてもちょっとやっぱ上がっちゃうからね、うん、もうすかないわけですよ。でその分ですね、だから例えばまあミドルセクションのところにインナーレイヤー気味にまあセニングを入れて、少しじゃあボリュームを潰してあげましょうというふうに考えるわけですね、はい、でこれ表面入れてないですよね、これ、はい、ミドルセクションだけですよね、表面の毛は完全にのけてます、はい、ミドルセクションにインナーレイヤー気味に、セニングを入れました。今はまあ分かりやすいようにすきばさみでやってるけど、髪質によってはあんまりすかなくていいんだよとかっていう場合であれば、こうやってインナーレイヤー、ね、普通のハサミでインナーレイヤーで入れても、まあ、当然全く問題ないですね。こんな感じです。そうするとですね、まあ、ヘビーサイド側のフォルムがちょっと締まってくるという感じになりますね、うん、ただ表面は一切触ってない、それは分かりますよね、はい、でヘビーサイド側はフォルムだけがちょっと締まりましたっていう感じになります。だから段の返し位置はさっきと全く変わってません、ね、表面の毛は全く触ってないわけだから段の返し位置は変わってない、ミドルセクションだけ続いて、フォルムがちょっとだけ締まったというふうな状況に今なっているという感じですね、はい、でこっちなんですね、まあ、ポイントとなってくるのがライトサイドは逆にヘビーサイドに比べて量がタイトなわけだから、はい、ね、まあ、まあそれが普通なんだけどね、サイドパートなんだから、はい、ライトサイドはタイトになってヘビーサイドはヘビーになると、うん、そは当たり前なんだけど、まあ、でもちょっとバランスを整えてあげると。なのでライトサイドはもうタイトにしませんね。その代わりやね、ね、その代わり表面の毛先側、はい、表面の毛先側にちょっと短い木を作っていってあげましょう。チョップで、そうチョップの方がいいと思います。はい、はい、まあセニングでいってもいっちゃいいんだけど、うん、はい、チョップの方がいいと思います。なんでチョップの方がいいかって言ったら、これで作った短い毛は擬似的な毛流れになるんですよ。おー、だから毛流れが上がるんですよ、毛流れの高さが上がるんですよ。
はい、擬似的な毛流れを作ってるんで、なんていうかな、そのセニングのようにこうナチュラルな隙よりかは少しこう束感の出る隙の方が、うん、多分その毛流れの表現がしやすいんで、うん、毛先だけちょっとチョップカットを入れていってあげます。こうですね、はい、レイヤー切ったように取って、まあ少し深めですね、まあ深めなんだけど、まあ毛先を狙ってっていう感じですね、はい、はい、ちょっと束を、短い束を作っていくと、ほら出てきた、おお、わかります、はい、ほらこんな高いところにさっきはなかったんですけど、ほら、はいはい、さっきチョップで入れた、まあちょっと極端にやったんだけど、ちょっとチョップで入れた短い毛束たちがこういうふうに毛流れとして発生してくるんですよね。わかります。確かにセニングじゃ、セニングじゃちょっとね、はい、この毛流れが表現がちょっと弱、まあ出なくはないんだけど、うん、弱まっちゃうんですよ。ほら今ライスサイドとは思えないぐらいちょっと高さが出たでしょ。確かに毛流れにこの高さが、はい、出てきたじゃないですか、うん、でもかといってその前から見た時にはあの毛先をちょっと削ったっていうか、毛先に短い毛をこうなんていうかな、忍ばせたぐらいなんで、うん、まあフォルム的には特にライスサイドめっちゃすいたよっていう感じにもならない、はい、ヘビーサイドを大量にしつつライトサイドはフォルムをいじらず表面に短い毛を忍ばせることによってサイドパートのバランスはキープしつつ、うん、毛流れもちょっと合わせていくみたいな感じになってくるわけですよ。そうするとですね、まあこれまあまあ当然ね、ちょっとアイロンで巻く必要があるけど、アイロンで巻いた時にこちら側にもお客さん的には納得していただけるような少し短い毛流れができてくると。うーん、カメラで分かります、感じます、カメラ、はい、大丈夫ですか、はい、うん、まあ実はね本当にこうやってめちゃめちゃグリッと流すと前から見たら僕はバランスがちょっとあんまおかしいと思うんですけどね。ライトサイドの方が当然低い方が僕はなんかバランスが普通だと思うんですけど、まあでもこういうのを求めてるお客さんもいるんでね、うん、はい、今までちょっとこれぐらい違いやったら少しこう縮めることができるというふうな感じになるんですね。なるほど、ぜひ使ってもらいたいと思いますね。はい、はい、ちょっとなんかこうなんていうの、裏技的な感じでしょこれは、はい、うん、だから別に練習しなくても誰でもあちょっとやってみようかなみたいな感じで使えるし、あのそんなに失敗もしないと思うんで、こちら側の毛先に、チョップで短い毛を忍ばしていくっていう感じなんでね、まあしっかりとこうプツプツプツっていう感じで切らないといけないけどね、まあ切った方がこう毛流れが出やすいっていう風な感じなんで、まあ、ぜひ使ってもらいたいと思いますね。ということで、サイドパートのですね、まあ、レイヤーわからない方は概要欄に貼ってる動画を参考にサイドパートを切ってみてください。チャンネル登録もぜひスマッシュしてください。何ですかこれ、通知もスマッシュしてください。そんなん始めたんですか。こんなん始めたんです。始まったんですね。いや、サイドパートの段の高さは僕はこう合わせてますよっていう方はですね、ぜひ動画にコメントください。公式 LINE もスマッシュしてください。ではお会いしましょう。勉強不足です。そうそう、ちょっとある動画のマネをして。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。